そして仕上がりもとってもいいということで和田選手も相当燃えてたわけなんですね。今回も調子いいですね。さあ直線からブルブルゴット。1コーナー直前で急激なスピン、おっとこれはドライバーズシートが炎に包まれています。さあ和田選手早く脱出してほしい。和田選手無事です。いやちょっとこれはびっくりしましたね。国西さんが行きます、はい、その後ここです。